はい、インできましたよ。今日パーク8時半開園なので今9時なんですよね。早い早い。エントランスグリ並べるのかな、何時からだろう、ちょっと聞いてみるね。はい、なんとね、最後尾ここなんですよね。すごい、10人ぐらいしか並んでないから、グリ始まれば10分15分何年できますよとのことです。マジか、並ぶしかない、並びます。久しぶり、いや嬉しい。これ5年ぶりぐらいにある。そうなんだよ、先週ねアメリカ行ったんだよ。でさ、ミッキーって魔法が使えるから向こうでも会えるんだけど、こっちのミッキーやっぱりいいね、かっこいい。うん、いや本当素敵でしょ。素敵素敵、もうねディズニーシー帰ってきたって感じがして、真っ先に会いに来た。いやめっちゃかっこいい。なんでかっこいいでピンで1枚取らして。はい、ミッキーやってきましたよ。いやーやっぱりね、先週ね僕ちょうどアナハイム行ってきたばっかりで、アナハイムのミッキーもねなんか友達って感じで緩くていいんですけども、やっぱ日本のミッキーはキレキレだしね、何より日本語が通じる、これが本当嬉しいね。だから僕が言ってくるのかなんてリアクションがすごくいいので、なんかやっぱりね日本のミッキー日本語通じるのいいですよね。よかった。なんでねアメリカで待ってきたけど日本のミッキーいいよねって話をしてきました。あとエントランスの衣装で会うのも多分ねコロナ禍以降初じゃないかな、多分ね4年ぶり5年ぶりぐらいなんでね、それも嬉しかったですね。あとねミッキーの立ち位置が今暑いんで、ちょっとねあのショップのねなんか冷たい風が出てくるあそこにちょっとミッキーの立ち位置寄ってんですよね。なのでちょっとですねミッキーのピンショを撮るときにちょっと背景があんま良くない、この時期はね、ちょっとそれが心残ってた失敗だったかな。ミッキーもうちょっと端の方にね立ってっていう風に言えたんですけど、言っちゃうとやっぱりミッキー暑いでしょ、あれそうなんで、やっぱりミッキー涼しい風やっぱ当たってほしいから、だからやっぱあんま強く言えなくて、だから仕方ないんだよね。あの位置でちょっとミッキー撮らせてもらいました。でもね綺麗にいい感じで撮りました。久しぶりにミッキーやってきた、よかった。はい、次行きます。はい、ミッキーグリ並んでたらもうあっという間9時半ですね。で9時半からですねニューヨークデリが空いてるので、よく出るのはハロウィンのですねサンドイッチ、ハロウィンのサンドをですね食レポをこれから行ってきたと思います。はい、匂い出てきました。なんとで並んでる、マジか、9時半からだもんね。まあでもすぐ落ち着くと思います。じゃあ行ってきます。はい、今ニューヨーク出るで食レポ終わりました。でですねこの後ファンタジースプリングス行くんですけども、多分今日暑くてですね、かつ休憩スペースもないと思うので、今から休憩スペース用にですね、ちょっとモバイルオーダーでレストラン取っとこうと思います。どれかな、見てみるね。ルックアウト、スナグリー、アレンデールとあって、一番内装好きなのは僕ね、ルックアウトなんですよね。ただね、ここちょっとあんまり涼しくないんですよね。ちょっとあのパンドームっていうか、空調があんま良くないんですよね。一番涼しいのはアレンデールです。アレンデールめっちゃ涼しいですね。でもなんか気分的にルックアウトかな、そうだね、ルックアウト。それから見てみようか。はい、どうだ。はい、全然いけるね。はい、デリ行ってきました。でですね、食べ終わった頃にはもう満席でしたね。で外も列、人が膨れてるんですよね。さすが3連休中日だな、久しぶりにこの混んでるパーク来た。ちょっとやばいかも今日。この後デザートでね、ハロウィンサンデー食べようと思ったんですよ。あのリバティライニングダイナーのね、もしかしたらハロウィンサンデーもやべえかもな。うわ結構人が膨れてるぞ、ちょっと待って。しかもねデランシーケタリングもすげえ並んでる。ちょっと待って、これ意外と混んでるよ今日。はい、ハロウィンサンデー食べに来ました。めちゃくちゃ並んでる、やべえな。人が膨れ上がって列がそっち伸びてますね。あっちに伸ばすとビクシービークに食い込んじゃうから、だから仕方なくこうやって伸ばしてんのか、すげえな。はい、ちょっとこれ並ぶのちょっとしんどいね。この後僕ファンタジースプリングス行くので、でこれねハロウィンサンデーはサルタンズオアシスでも売ってるから、サルタンズオアシスの方でちょっとこれ食べてみたいと思います。行ってきます。ガーリックシュリンプポップコーンもめちゃくちゃ並んでますね。奥のピア、このハトバピアの方までガーッとゲストが伸びてます。すげえな今日。この辺ねどこもかしこも大渋滞ですね。バーナクルビルズもすっげえ並んでるんですよね。久しぶりにこんなの見たな。はい、ハドソンリバーハーベストもすげえ並んでるし、
あとはドクターダイナーもすっげー並んでますね。いや今日すげえわ。はい、タートルドッグも今日が爆発してますよ。はい、ここまで歩いてきました。こちらアメリカンウォーターフロントとメリプリンハーバーの分岐点のところですね。ガリアン線が見えます。ちょっと今ここでですね、アトラクションとかレストランとかの街とか混雑でちょっとチェックしたいと思います。はい、まずアトラクね、センターオージャース135分、ソアリン120分、レイジング75分、インディ105分、グリはミッキー40分、ミニ35、ドナ30分ね。うわ、ニモ50分、アクアトピア55分、タートルトーク45分、タワーオブテラー110分、トイストーリーマニア130分と、やっぱ今日混んでますね。はい、レストラン見てみようか。レストラン一番混んでるのはこれなんだろう、30分45。あ、ニューヨークデリーね、確かに混んでたもんね。デリーと、そしてリバティランディングダイナーね、これは例のハロウィンのサンデーですね。はい、そしてドクターダイナー、ここも混んでますね。ハロウィンメニューですからね。ベイサイドテイクアウトが30分並んでんの、なんだこれ。これ冷たいチュロスにこんなに並んでんのかな。浴衣も30分だ、すげえな。そしてサルタンズオアシスも30分だ。ザンビも30分、ノーシリアスギャルも30分、ボルケーニア45から60だよ。今日やべえな、やっぱ今日すげえわ。さすが3連休だわ。あ、やっぱ混んでますね。さすが3連休ですね。でもな、ちょっとやっぱ食べないと。ちょっとね、サルタンズオアシス行きます。あとスタンバイパス2時間経ったんで取れるんですけども、多分ないと思うんですけど、一応見てみますね。はい、ありませんよね。リロードレンダー、はい、当然出ません。まあなんか追加発行とかあったらね、取れるかもしれないので、ちょくちょく暇があったら見てみようと思います。はい、来ましたよ、サルタンズオアシス。リバティランディングダイナーよりかは空いてると思うんだけど、いやーでも混んでるな。どうだろう、うわー、どっちゃりいる。キャストが劣勢してますね。あのレジが多いからまだマシか、まだマシかも。これなら並べるな。よし、並びます。じゃあハロウィンサンデー行きます。よかった、これならいけるわ。はい、サルタンズオアシスでですね、ハロウィンサンデーの食レポ終わりました。いや、めちゃめちゃ暑い。ほんと今日30度超えで、ほんと暑いんですよね。わかりますよね、これ画面から見て暑そうなの。でですね、これもアラビアね、席がなくて、皆さんこれ見てわかる、日陰にこうやってもへたれ込んでるんですよね。席がない、わかる。僕も今ね、ハロウィンサンデー食レポやってて、ほんと困った。日陰がないんですよね。でこれからファンタジースプリングス行くんですけど、日陰ないから大変ですよね。だからね、モバイルオーダーとか使って一番安い牛乳とかミルクとかをね、オーダーしてうまく休み休み行くしかないですよね。いや、ほんと暑いわ。まだまだ日傘いりますね。はい、じゃあ今からファンタジースプリングス行ってきます。はい、行きました、ファンタジースプリングス。久しぶりですよね。でね、ここも日陰がほんと少ないので、見て、皆さんこうやって日陰にへばりついてます。いやー、ここほんと暑いんですよね。これね、もうちょっとなんかさ、ね、ベンチとかあってもよくない？この辺。こんなに空間いる？ここになんかもうちょっとパラソル立ててさ、なんかもうちょっと欲しいっすよね。簡単な飲食スペースとか。無駄に空きすぎ、ここ。まあいいや。はい、今からじゃあ入場します。はい、で僕ですね、実はね、ニューヨークデリーにね、日傘忘れました。なんてこった。ちょっと帰りに寄ってきます。多分日傘届いてると思う。あー、日傘なの痛い今日。なんだこれ、めちゃめちゃいる。みんなこれ入れないの？入り方わかんないのかな。え、そんな難しいこと必要？サクサクウォークスルーで行けばいいのに。何これ、なんだ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 これ。はい、入りました。見てたらね、 QR コードのスキャニングがやっぱ難しいみたいね。なんかなかなかスマートフォンでやってるから、なかなかね、うまくピント合わなくて、明るさ合わなくてね、スキャンが時間かかったり、あと2人分3人分でパッ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 ってスライドしてやるから、その都度その都度スマートフォンのカメラが明るさ調整とかするので、ちょっと時間かかってましたね。はい、入れました。はい、そして自販機で生茶買いましたよ。これで生茶ね。
はい、自動販売機、これ前も言いましたけど、自販機のバックグラウンドストーリーがあるのは本当に素晴らしいですよね。まあ、まとこの話しようって感じなんですけども、初めての方もいると思いますので説明しますね。こちらファンタジースプリングズ入って左にある自販機なんですけども、一見普通の自販機、普通っていうか、うまくデコレーションしてあるね、うまくパークの雰囲気に馴染んである外観をしてるんですけども、これ見てくださいよ、上の方にこれ、泉の水がですね、どんどんこうやって落ちてきてて、このファンタジースプリングスのこの魔法の泉から出てくる、湧き出てくるこの水をですね、このように集めて、ここにこうやってね、はい、滝に落として、この水が売ってるんですよね。わかりますか？ファンタジースプリングス泉でしょ？魔法の泉から湧き出た水をね、こうやって自販機で売ってるんですよね。すごくないですか？自動販売機のこういうバックグラウンドストーリーにあるんですよね。素晴らしいね。はい、ラプンツェル来ました。順番的なラプンツェルからなんですよね。ラプのスタンバイパスがどれぐらいかな、ちょっと見てきますね。おー、結構並んでんな。何分待ちだろう。ちょっといいですか。15分、15分は全然いいね。多分乗り終わって12時半から12時45分なので、次のピーターパンは全然間に合いますね。じゃあ行ってきます。はい、15分待ちなんで、ね、中入っちまえば全然空いてますね。快適です。ね、もう仮装できたら絶対いいだろうな、楽しみ。あー、やんない、それました。なんと一番前だ、やったやった、左前だ、特等席、一番いいとこですよ。希望してないですよ。左の前って一番当たりですよ。やった、一番当たり席、嬉しい。始まった、えい、うわ、暑い暑い。まあでも雨よりいいよね。来たよ。僕これね、何がいいかって、このボートって地面よりちょっと低いところに流れてるんですよね。なのでこの塔がそびえ立って見えるんですよね。僕らしゃがんでるでしょ、ボートの中でこう座ってるから、目線が地面の高さぐらいから見上げる形になるので、だからこの塔がね、そびえ立ってる感、高いみたいな、そういうのがうまく出てるんですよね。だから乗ると高く感じるのはそれです。はい、フリン、フリン、イケメン、綺麗だね、ここ。すごい。インパクトあるね、ここやっぱり。はい、乗ってきましたよ、ランタンフェスティバル。いや、初めて最前列の左でした。よかった。一番乗ってみたかったとこだったんで、よかったです。もう目の前にね、このランタンパーッと飛び込んでくるし、でラプトフリンのね、バッチリ見えるし、最前列の左、はい、一番おすすめなんですけどもね、なかなか当たんないよね、当たるっていうか、なかなかそこね、割り当てされませんよね。よかった、無欲の勝利、リクエストしてないんですよ。はい、そこにしてくれました。あざーす、ありがとうございます。じゃあね、ピーターパン行きます。はい、そしてそのままネバーランドアドベンチャー来ましたよ。はい、実はね、ピーターパン、僕ね、20年前か30年前に1回しか見てなくって、かなり記憶がおぼろげだったんですよね。でもこの間ね、アメリカ行く時に飛行機の中でもう一回見直してですね、はい、なんでつい先週がっつり見たばっかりなんで、記憶かなり鮮明なんでね、ところどころ忘れてるところね、かなりこう思い出したので、はい、もう一回改めてね、ネバーランドのアドベンチャー、はい、もう一回体験したいと思います。はい、この DPA なんでね、早いですよ。はい、ネバランドアドベンチャー DP 初めてですね。はい、どんなもんかで行ってきます。はい、DP ここからですね、どれくらいカットされるんだろう。じゃあ行ってきます。はい、チェック終わりました。どれくらい早いんだろう。あ、やっぱ Q ライン寂しいね。早いのはいいんだけど、もう乗り場早っ。確かに早いね。あ、まだか、さすがに乗り場まだですね。あー、涼しい。お風呂かけて出荷です。はい、なんとまた最前一番左案内されました。マジか。
また最善だ、やったー。はい、じゃあ集中しまーす。はい、アトラク乗り終わった後こういう絵があるんだね。いや、ほんとこれね、先週見たばっかだからね、もう本当に鮮明ですよ。ロストキッズとウェンディとジョンとマイケルがいて、人魚たちがいて、そこにロンドンの街、ティンカーベル、ピーター、そしてタイガーリリーのいるインディアン、ロック船長スミで、チクタクワニと。はい、これかわいいですね。はい、ネブラのアドベンチャー乗ってきました。ちょうど先週映画見たばっかなんで、かなり鮮明ですね。はい、ね、ちょっとね、久しぶりに20年ぶりぐらい見たので、ね、やっぱアトラクに乗るとなんかところどころ改変されてますよね。例えば人魚ですね。人魚が優しい。人魚がね、ウェンディ頑張ってって言って、映画の中では人魚本当意地悪で、ウェンディをズブ濡れにして意地悪な人魚なんですけどもね。はい、その辺がちょっとね、違ってましたよね。まああとはね、設定通りでしてね、ティンクがウェンディにこんなかける時にね、ティンクが一旦嫌がるんですけども、やっぱりティンクは正直ね、ウェンディのこと嫌いですからね。だからあの非協力的なんだけどねだったりとかね。はい、やっぱ最後ね、フック船長を倒した後にね、やっぱあの映画のわざとレトロの音楽流れて、ロンドンの街バーって飛ぶとこ本当いいですね。胸当てて泣きそうになる。でみんな送ってった後に、俺たちゲストとでピーターパンがまたネバランドで帰ろうって言って帰ってくとことか本当いいですよね。はい、後半の残り2分ぐらいね、旧作の BGM 流れてこうね、ロンドンの街とかネバーランド行くのいいですよね。よかった。やっぱ映画見た方がいいね。映画見るとものすごいこう解像度が上がるので、はい、今更ですけどめちゃくちゃ良かったです。はい、次に行きます。はい、でですね、ファンタジースプリングス軽く優秀してんですけども、やっぱね、座れるとこ休めるとこ少ないので、皆さんやっぱ日陰になってへばりついてますよね。ね、皆さんね。でもね、やっぱモバイルオーダーでミルクぐらい、ドリンク1杯ぐらい飲みいいから買って、レストランで休んだ方が絶対いいと思うんだけどな。まあ僕がガバガバでザルなのか、皆さんきっちりやっぱりね、100円足りても無駄にしないぞって思ってるのか分かりませんけど、はい、僕はね、入場料だと思ってドリンク1杯だったら払っちゃいますけどもね、皆さん絶対入んないぞって言って、やっぱ100円足りても無駄にしたくないって思って、やっぱ皆さんね、これ飲んでんのか。あー、椅子がないのかな、場所がないのか、空いてないのかな。まあちょっと行ってくるね。はい、じゃあルックアウト行ってきます。はい、入れましたよ。やっぱいっぱいなんだね。やっぱアレンデールがいいよね。やっぱちょっとキャッパがやっぱ狭いんだろうな、ここはな。はい、ルックアウトはダメですね。狭いのでなかなか空いてないね。ちょっと混んでる時にルックアウトはダメですね。はい、場所取れましたよ。そして高温注意の今園内放送流れてますね。はい、もうミルクだけ一個ですね。あとカップに氷もらいました。で生茶、持ち込み生茶ですよね。でそれでお礼タンブラーと。はい、なので牛乳一個で、はい、休めてます。はい、ちょっとですね、ルックアウトは席が少ないので満席なんですよね、すぐに。だからアレンデールロイヤルバンケットがいいと思います。本当広いので、なので混んでる日はね、アレンデールおすすめですね。混んでる日、ルックアウトはダメですね。はい、ルックアウトで休めました。暑いね、すんげえ暑い。じゃあですね、ちょっともうファンタジースプリングさんも出ようかと思います。で、他のとこもちょっとね、回りたいので他も行きます。はい、僕のサンバイパスはね、3時まで有効なので、何かあったら一応3時までは戻れるので一旦出ますね。はい、一旦出ます。めっちゃ混んでんな、この辺。ちょっとでね、ちょっとトレイルね、トレイルちょっと今アプリで待ち見たらね、ミニ25分待ちだったので、まあこんだけ混んでて25ならまあ短い方ですよね。やっぱ暑いからね、今チャンスですね。今2時過ぎで、多分今日1日で一番暑いなので、ちょっとねトレイル行きます。はい、今ね、シリに気温聞いたらね、32度とのことですね。暑い。そして日陰の一番いいとこがね、なんか取られてる。これはレイジングかな、聞いてみます。はい、レイジングの最後尾がすげえこんなとこまで来てますよ。すごいな。はい、レイジング85分ですね。すげえな、85分だよ。はい、トレイル来ましたよ。今35ですね。
多分35か、じゃあちょっとやめようぜで躊躇する、で25分ぐらいにガバッと減る、25なら行こうぜ35って感じで25、35行ったり来たりするって、多分そういう感じだと思うんですよね。なのでちょっと待ってもまた25になると思います。おー、ラフィキとティモンだ。ティモン空いてる、ティモン空いてる。ティモン、こんにちは。うっす、ティモン、久しぶり。ティモンさ、歌うまいよね、ダンスと。そう、ちょっとね、俺前見たよ。そう、ティモン歌と踊りうまくてびっくりしたね。やればできる、ティモンそうそうそう、いやこれからも期待してんでね、また見に行くね。一緒に撮ろう、自撮り撮ろう。おい、じゃあムービームービー、ティモンありがとう。わー、ありがとうね。写真も撮ろうか。撮るよ。はい、ポーズ。はい、ありがとう。じゃあね。はい、ラフィキ、久しぶり。ラフィキ、この間映画見たんだけどさ、ラフィキ強いよね。最後さ、最後スカートバトルの時にね、剣法使うんだよ。そうそうそう、あ、そう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 。剣法使ってたよね、ガーンと。そう、カンフーマスターでかっこいいんだよね。やればできる男。すごいかっこいいんだよね、ラフィキ。もう帰る？じゃあ一緒にツーショット撮ろうか。はい、ありがとうね。うー、じゃあ写真撮るよ。1、2、3、もうちょい、1、2、3、はい、ありがとう、またね、バイバイ、ありがとう。はい、ミニ30分になりましたよ。じゃあ会ってこうかな、行ってきます。30分か、どれぐらい待つのかな。あー、結構待つな。行ってきます。30、ここか。いやー、30以上待つだろこれ。結構暑いぞ、日向だしね。頑張るか。はい、久しぶり。いやー、久しぶり、嬉しい。みーちゃん、僕先週ね、アメリカ行ってたんだよ。そうで、ミニーさ、魔法使えるからさ、アメリカでもやっぱミニー会ってきたんだけど、やっぱ可愛いね、こっちの方が。いや、もうね、ほんとやっぱ可愛い。もうアメリカのミニーも可愛かったけど、やっぱね、日本のミニー可愛い。もう久しぶりに会えてめちゃくちゃ嬉しい。嬉しいね。ね、一枚ちょっとピンで撮らせて。ちょっと待って、練習、ちょっと待ってね。はい、ミニーと撮ってきましたよ。ちょっとアメリカの話もしちゃいましたねね、いや、アメリカのミニーもいいんだけど、やっぱ日本のミニー、やっぱ日本語が通じるところがいいんですよね。やっぱね、あの中の人が日本人だから、何のことか何のことか何のことかな。でもね、あの日本のミニーはね、日本語が通じるので、ね、そこがいいですよね。なので、そこが僕一番気に入ってますね。あのアメリカのミニーも可愛いんだけど、日本のミニーも可愛い。でもね、日本のミニーは日本語が通じる。なんでそこがやっぱアドバンテージですよね。なんでコミュニケーションめちゃくちゃいっぱい取れるんで、やっぱそこはやっぱりいいですよね。はい、いい感じに取れました。ミニー良かったです。時間があったら通称も行こうと思います。はい、ケープコットにね、食レポ行こうと思ったんですよね。ね、エレクリックレールウェイとか来たらね、そこ日陰になってて、インクレディブル夫婦がですね、はい、こちら夫婦でブリやってます。真ん中に挟む、あ、それは無理だな。さすがにダブルは真ん中って無理だね。一人一人ですね。さすがに無理だ。はい、ヘレン元気。おい、ごめん、イラストいかあるね。イラスト、ごめんごめん、イラストいかある。そう、ごめんごめんごめん。大丈夫、バレてない。危ない、危ない、ごめんごめんごめんね。ちょっと頼むよって感じで、ごめんね。イラストいかあるな。オッケー。でもさ、育児頑張ってる、育児。でも内緒。あ、もう旦那に任してるのね。あ、いい旦那だもんな。そうそうそう。よっとある。通称、ショントロ。ちょっと待ってね、セルフィーで。はい、イラストガール、ありがとうね。エレン、ありがとう。イラストガール、イラストガール、イラストガール、イラストガール。イラストガール、名前言っちゃった。うぃ、いえ、ます。写真撮るよ。はいはい。ありがとう。じゃあね、バイバイ。はい、イラスティーガールと撮ってきました。これ名前を言うとダメなんだね。あの、こらこらこらみたいな、なしなしな感じで。なんか言っちゃダメだろみたいな。面白かった。これ面白いな。そうかそうか。じゃあ、インクレディブルのボブって言ったら多分ダメなんだろうな。今度行ってみよう。はい、時間3時半ですね。まだまだ暑いです。風が強くて暑いってなんだかなって感じだよね。わかりますか？僕のこの声もかなりマイクに風の音乗ってると思うんですけども、風強くて暑いんですよね。すごいよな。はい、そしてこちらのね、シーサイドスナックも結構列伸びてますね。
で、うん、そうだな、まあモバイルオーダーとか使えばね、食料難民にはならない感じですね。僕もね、ケープポット今からね、あのデザートスイーツの食料と行くんですけど、でもね普通に取れましたよ。なんか今すぐとか巻いてたんでね、多分この時間なら空いてると思うんですけどもね。はい、とにかく変な天気ですよ。変な天気っていうか暑い、蒸し暑いんですよ、とにかくね。でムシムシして、本当にあの風呂上がりの脱衣所のような、すごい湿気がすごいんで、ムワッとして、でも風も強いんですよね。でもカラッとしてない、風強いんだけどカラッとしてないっていうね、最悪ですよね。もうね、アントペグス来てみましたよ。今ダフィーグッズどうなってんだろうな、ちょっと見ていこうか。はい、新作のコーナー来ましたよ。みんなパジャマ着てるんですよね今回ね。あのなんかお泊まり会なテーマなんで、みんなお休み系のこういうねパジャマ着てるんですよね今回ね。あ、ブランケットまだ残ってる。ブランケット速攻売り切ると思ったんですよね。残ってんな、ブランケット。どうしよう、ちょっと欲しいな。ちょっと触れる、いい感じだな。ちょっとブランケット興味ありなんですよね。ピローケースも残ってんな。パジャマも残ってる。なるほど、意外と残ってますね。はい、トート巾着も残ってんだね。あ、残ってんだな今回。どうしよう、毛布悩むな。毛布ね、140から190なんで、そこそこ大きくてちゃんとしてますよね。膝掛け程度かなと思ったら、普通にシングルのベッド、シングルベッド用なんで、これ普通に使えるね。え、どうしよう、ちょっと貧相でペラペラなんですけど、まあでも、うん、悪くない。ちょっと平面で考えよう。はい、グッズはですね、発売日とか期待してってね、それでなんか転売や買い占めとかですね、売り切れになると本当に落胆でがっかりするので、行った時に買えればいいやって期待せずに行ってですね、僕毛布とかね、うん、別に買えたらええわって思って今来てみたら、ドチャッとあったんで、あ、なんだ、ドチャッとあるじゃん、じゃあ買おうかなっていうふうになったので、まあ、こんなもんですよ。さっきもね、23周年グッズ見に行ったんですけども、結構半分ぐらいドチャッと残ってて、なんだ全然買えるじゃんって感じだったんですよね。はい、なのでちょっと毛布閉まで考えようと思います。はい、ケープコット来ましたよ。こちらですね、ハロウィンのダッフィーのスイーツがあるんですよね。まあハロウィンじゃないんですけど、まあ実質ハロウィンですよね。はい、こちらスイーツ2つ出てるので今から行ってきます。はい、食レポ終わりましたよ。で、風めちゃめちゃ強い、そして暑い、暑くて風強いでですね、実は今日さっき傘忘れたんで、落とし物忘れ物で傘届いてないか、ちょっと一旦ちょっとゲストリレーションズかメンスとちょっと行ってみたいと思います。はい、エントランス来たらピーターとウェンディ来た。はい、ウェンディ、ナイスミーチュー、ナイスミーチュー。ウェンディめっちゃ可愛かったな。はい、じゃあちょっと傘届いてないか行ってきます。どうかな。はい、ゲストリレーションズね、傘ちょっと問い合わせしたらね、なんとニューヨークデイに届いてますよって言われました。よかった、日傘結構あれ気に入ってるんでね、よかったよかった、諦めずに問い合わせしてよかったです。でですね、こちらちょっと面白い体験今してきました。こちらキャストの方にですね、これご存知ですかっていう風に、なんかね、アトラクションのミニチュアとかね、ミキミニのフィギュアとかをちょっと紹介してもらいました。はい、なのでちょっと見てください。 VTR スタート。いろいろなアトラクションのライドとかを木で作ってるんですか、これ、こういう。そうです。へぇー。作ってくださってるもので、視覚障害者とか、はい、そういう、そっかそっか、顔を持ってる方が触ったりして、どういうところで乗るのかとか、どういうものが動くのか、例えば、この安全装置とかですね。そっかそっか、本当だ。ビジュマニーだと、ビジュマニーだと、このように回転をしたりとか。すげえ。そうなんです。触っていいんだ。はい、問い間に、はい、こうやって回転して、実際にここの安全バーも動いたり、ここも動いたりするんです。すげえ凝ってる。そうなんです。で、あ、この導線で入って出てっていうのも、こうやって触りながら確認できるもので、皆さんもオブジェだと思ってるんですけど。はい、オブジェだと思ってました。実際こうやって触って確認できるものなんです。シミュレーションできるの、していただくための
ツールとなっております。そうです。あ、触れるんだ。全然も触っていただいて。すげえ凝ってますねこれ。そうなんです。ディズニーシーだとここにしか置いてないですね。ですよね。皆さんが触れるところには。これランドこれないですよね。あ、メインストリートハウス。 あるんだ。知らなかった。最近ですよね。でも昔からありましたっけ。いつ頃かは把握はしてないのですが、多分以前からあったと思います。あ、そうですか。でキャラクターのものもスケールモデルとしてあるんです。あれただの展示じゃないんですね。じゃないんです。触れるように好きなキャラクターはミニーちゃんですか。ミニーですね。すげえ読まれてる。心読まれてる。したらこれも実際触れて、はい、実際展示でここミニーって書いてあるのに触っていただいて。あ、これ展示なんだ。そうなんです。ミニーって書いてあるんだ。そうです。へえ。ここのボタンちょっと長押しで押してみてください。こんにちは、私はミニーマウスよ。元気いっぱいも作るのが大好き。とっても幸せな気分になるのよ。え、知らなかった。実は喋ってこういうご挨拶とかもしてくれて、例えばそういう障害とか持ってる方がショーとかで、はいはい、これを事前に学んで、はい、実際ショーを見た時に、あ、この声さっき学んだミニーちゃんだっていうのを確認できたりとか。ミニーが喋ってるんだな、ミキが喋ってるんだなとか、あらかじめ勉強することもできるものです。知らなかった。喋るんですよね。すごい、ゲストレーション奥深いですね。奥深いです、結構。すごい、余裕で1時間ぐらい多分遊べると思います。そうですよね、全員喋るんですよね、あれ。全員喋りますね。すごすぎる。特別に、あともう一人も聞いてみます。ミッキーがいいな。ミッキー、はい、こちらですね。ちょっといいですか、じゃあ、はい、押します。いや、こんにちは、僕はミッキーマウスだよ。今日はどんな楽しいことが起こるかな。ワクワクするね。なるほど。この声はたまんないですね。うん、とある一部の方にはね。すごいなぁ。いや、さっきは気になってたんですよ、白黒の右耳いるなぁと思って。あ、本当ですか。はい、右できいいな、かわいいなと思ってて。ここは海外の方とかもあれどこで売ってるのって。うんだと思いますよ。売り物ではないですけど学べますよということで。うん、まあ、えてしかも白黒だしね。でちょっと忙しいタイミングとかは、はい、あまりご紹介できないんですけど、落ち着いてる時はこうやって我々ご紹介できるので。 ありがとうございます。もしお時間ある時に他のキャラクターも聞いてあげてください。はい、また来ますね。はい、お待ちしております。すごいな、これすごいわ。すごいです。またピーターパンも追加された時にぜひ見てみてください。あ、そっかそっか。すごい、ありがとうございます。とんでもないです。勉強になりました。またいつでもお待ちします。はい、また見に来ますね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、という感じでですね、このゲストリレーションズの後ろに飾ってあるミキミキのフィギュアとかですね、あとは、ね、端の方に置いてあるアトラクションのライドの模型とかね、多分展示品かと思ったらね、ちゃんとこの目の不自由な方がね、触って確認できるようにそういうふうに置いてあるんだっていうふうに聞いて、なるほどねと思いましたね。知らなかった。なのでフィギュアの声とかもね、いろいろと聞けるので、なんか空いてる時にね、またちょっと来てみたいと思います。ありがとうございました。面白かったです。いい体験させていただきました。キャストさん、ありがとうございます。はい、ちょっと一旦出ますね。ちょっとね、ピクニックエリアで休憩しようと思います。はい、一回退園で QR コードをスキャンされました。で、手にハンコなくなりました。これさ、これ QR コードスクショしたりさ、譲渡とか交代とかでできるんちゃう。ちょっと、まあ、やらないけど多分これできますよね。やばいなこれ。うん、どうすんだろう。手にハンコの方がいいと思うけどね、個人的にはね。まあいいや。はい、ここ空いてました。ちょっと休憩します。はい、参入園来ましたよ。で、手にスタンプがないので QR コードスキャンして終わりのはずですよね。ちょっと入り口どうなるんだろう、ちょっとやってみるね。はい、再入園できました。でですね、システムが変わってて、まずガラガラのですね、普通にパッとスキャンします、チケットをね。そうするとポーンって赤いランプがついて、要はこの人再入場、再入園だよっていう風に出るので、そしたらキャストがですね、スマートフォンでもう一回読むんですね。で、そうすると、あ、この人一旦出て再入園だっていう風に認識されるみたいですね。だから2回スキャンします。だからハンドスタンプ、手の甲に押すハンドスタンプの代わりに
まあ、あのデジタルでやるって感じなんですけども、やっぱこれ譲渡できちゃうと思うんですよね。いいのかな、こんなガバガバシステムで、ザルシステムで。なんかどっかの悪どれ YouTuber とかもですね、これってできんじゃねって言って、なんか譲渡とかなんかそういう動画上げちゃいそうですよね。まあ上げませんし、やりませんけど、なんかできちゃいそうな気がしちゃいました。わかんないけどね。はい、やらないでね、やっちゃダメよ。はい、再現しました。やっと涼しくなってきたよ。でね、今日えらい風が強いのに暑くて、でね、さっきね、気象庁のホームページ見たらね、今日なんとね、東京地方最高気温34度。やばくないですか。9月15日で34度っすよ。いや、驚いたね。したらね、今台風来ててね、九州のあたりに台風がいて、で台風ってほら反時計回りで風が来るでしょ。だから南風でですね、フェーン現象になって、それであったかい、すごい強烈なね、強い南風が吹いてきて、それで日本列島全体的に気温が上がったらしいですね。で東京地方は34度を超えたんですよ。すごいよね。はい、5時半回ってビリーブの自動が始まってますね。すごいですよ。7時45分だって。うーわー、なんで2時間前からこんだけいるんだ。すごい期待値ですね。でもね、今日風強いんで、風キャンセルか、もし仮にやっても風バージョンでスカスカだと思うんだよな。まあでも、こんなこと言っても仕方ないですよね。だって今日も楽しみにね、もうせらせら最後っていう方もいるでしょうしね。まあなので、ね、やっていくといいですよね。はい、ニューヨークデリー来ましたよ。傘忘れたので取り行きました。はい、ニューヨークデリーで傘預かってますっていうふうに案内もらったので行ってきます。はい、傘戻ってきましたよ。ありがとうございます。よかったよかった。はい、レストラン桜来ましたよ。桜予約取れてます。桜のね、秋の新メニューめちゃくちゃうまそうなんですよね。こちら食レポ来ました。行ってきます。はい、桜で食レポ終わりました。居心地よくて2時間もいましたよ。8時半過ぎですね。で、今日ビリーブあったのかな。めちゃくちゃ風強いんですよね、そのフェーン現象で。で今ね、シリに気温聞いたら29度あるんですよね。すごくないですか、29度って。いや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 、で風強いんですよ。あ、ビリーブ真ん中にパージ出てるな。やったんだ。ちょっと聞いてみるね。ちょっと待ってね。はい、キャストに聞きました。今日やったそうです。やっぱね、連休中日でゲスト多いから、とにかくね、やったんだろうな。ただね、やっぱ花火とか打ち上げ系はね、全カットだったそうです。まあそれでも一応何もやらないよりはマシだよね。そっか、よくやったね。はい、もうね、8時半だし、いてもね、もうコンテンツもなくてですね、アトラクも僕はそんなにね、ガツガツしてないので、はい、そろそろ今日はもう帰ろうと思います。じゃあ帰ります。はい、これから帰るんですけど、最後ですね、こちらガレリアでダッフィーの毛布買っていこうと思います。いっぱいある。無欲の勝利、やった。意外と安いんですよね。7300円です。買ってきます。はい、ブランケット買いましたよ。7300円、冷静考えたらやっぱり高いな。はい、まあいいや。でも、はい、買いました。はい、これから帰るんですけど、ちょっとびっくりなのがいいですか。皆さんこうやって座ってるんですよね、ここにね。わかる、わかる、わかる。この人は何なんだろうな。帰りたくないってことかな。やっぱ友達と別れちゃうから、まだまだディズニーシーの余韻に浸りたいってことなのかなね。そういうことっぽいですよね。まあ気持ちはわかる。いやー、めちゃめちゃ多いんですよね、みんな座って、不思議。はい、今日のインパクトレポート以上になります。今日はね、9月の連休の真ん中中日、あえて来てみました。混んでるだろうなと思って来てみたら、本当に混んでましたね。はい、特に驚いたのはやっぱ朝ですよね。朝今日7時に並んで、ね、8時半に入園して、8時45分、入園して15分で入ったのに、まさか姉行きのスタンバイパスなくなってると思いませんでした。すごいですよね、びっくりした。いや、なめてました、本当すごい。なので本当にね、9月10月の混んでる、ね、日は
6月のですね開園当初ぐらいの気合い入れてこないと姉雪スタンバイパス15分でなくなっちゃいますので、はい、皆さん僕みたいにならないようにしてくださいね。ちょっと気合い入れてきた方がいいです。でパークの方はですね思ったよりかまあ空いてましたね。飲食店なんかもねあのね思ったよりは混んでませんでした。なのでやっぱりドピークのコロナ禍前に比べたらやっぱ空いてますね。であと9月の連休ってこれまででしたハロウィンやってるんで本当はねとっくにハロウィン始まってんですよね。なんですけど今ハロウィンやってなくてね、ディズニーシーンもイベントありませんので、だからスカスカなんですよね。本当にファンタジースプリングスとアトラクションメインのゲストしかいないの でかつチケットもねスーパー繁忙期で1万円超えなので僕もっと空いてると思ったんですよね。したらやっぱねそこそこ混んでてさすがですよね。ということはこれイベントがあったりハロウィンやってたらもっと混んでるってことですよね。すごいよね。ね、イベント何にもないのにファンタジースプリングスだけでねこんな1万円もするのにねこんだけパーク混んでるわけだからやっぱすごいですよね。はい、まあでもねあの姉駅は乗れませんでしたけどファンタジースプリングスには行けたしアトラクも2個乗れたのでまあまあ欲張らなければねとにかく何でもいいからなんか入りたいなんか乗りたいでしたらまあまあそんな当てなくてもね多分1時間ぐらいは何かしらスタンバイパスは残ってると思うので今8時半オープンですからまあ9時半ぐらいまでにね入園できればとりあえず何かしら1個は乗れるとは思います。はい、よかったら参考にしてください。そして姉駅乗ろうと思ったら開園15分ではアウトです。なので開園10分ですね。今8時半オープンでしたら8時40分にはインパークしてないと姉駅スタンバイパスは取れません。ということは僕みたいに朝7時到着では遅いってことです。朝7時到着では遅い、もうちょっと朝6時45分ぐらいに到着してないと姉駅スタンバイパスは取れませんのでね、よかったら参考にしてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。